ど、年を取ったら40から50歳死ぬ準備はしておくものです。残した家族、子供、親族に負担をかけさせない思いやりかと思います。人間、明日も生きられるって保証は誰にもないのです。では、どうぞ。元プロ野球選手でタレントのパンチ佐藤さんが2018年12月24日にブログを更新。思いもよらないプレゼントを親からもらったとブログに綴りました。パンチ佐藤へ、こんなに。上海に住んでいる義理の両親がパンチ佐藤さんの自宅に来た時のこと。皮膚から突然、睡活について話をされたそうです。父、和弘、俺は来年80歳になる、少しずつ睡活に入ろうと思うんだ。そして、貯金通い帳をパンチ佐藤さんに渡すと、その意味を語ります。父、この金は、毎年、和弘が上海に来るたびに、うまいもの食べてください。と、くれたお金だ。父、実は28年。1円も使わなかった。ありがとう、全額返すよ。これからも、家族仲良く頼むよ。なんと、義父は、パンチ佐藤さんが親孝行のために渡していた金を全く使わず貯金していたのです。そして追活を前に返された通い帳には相当な額が溜まっており、パンチ佐藤さんも驚きの声を上げてしまいました。え、塵も積もれば山となる、こんなに渡してたんだ、すごい金だ、思いがけないプレゼントにびっくり汗。息子からの金には手をつけず、その気持ちだけを受け取り続けていたギフ。もしかしたら、娘夫婦に何かあった時のためにと、取っておいてくれたのかもしれません。ネットの反応。良い話で目頭が熱くなりました。素晴らしい義両親に感動です。きっとありがたくて、使うことができなかったんですね。28年も貫く信念がすごい。素敵な話に泣いてしまいました。思いがけないクリスマスプレゼントをもらってしまったパンチ佐藤さん。義父の思いに涙しつつ、追活なんて言わないで、まだまだ長生きしてくれよと、素直な思いを綴っていました。家族を思いやる気持ちに、心が温かくなりますね。